形式のことで臆するものかよ。敵の援軍が来る前に撃破してください。一気にしたよ。気をつけろ、相手の動きが思ったより早い。こちらがその気ならば遠慮しない。敵の攻撃、うん、うわ艦長より達する。これより作戦行動を開始する。局面を増援に回せ。対空監視をゲットだせ。ハイパーメガ粒子砲か。下手な真似はしない方がいい。これなら
戦いは非常さ。貴様にもそれを教えてやる。私に出会ったのが貴様の運の尽きだ。遅い。これ以上抵抗するのなら容赦はしない。貴様はクズだ。生きてちゃいけないやつなんだ。命は力だって、空を支える力だって。遊ぶな。冗談ではない。命を失っていく、それはひどいことなんだよ。私個人の意思ではない。私は人の総意なのだ。やらせてもらう。何をやってんだ僕は。そのガンダムの光が何になる。太陽系の外にも届かない一瞬の光がいくら集まったところで何も。だからつなげていくのさ。この光が世界全体を覆う、その時まで。この光は俺たちだけが生み出しているものじゃない。何？なんだ新手のマシンか。この力は一体。残念だがここでお別れだ。ここで叩く。直撃。あなたを止めてみせる。フルフロンタル。人の未来は人が作るものだろ。ならばラプラスの箱をどう使うというのだ。みんなのために、みんなのために使う。連邦も地球も宇宙も地球も関係ない。みんなのためにラプラスの箱を。熱、温かな光。奇跡もまた繰り返す。そして何も変わらない。見ろ、バナージ君。
が事の始まりだ。やはり君にも見えるようだな。ではこの宇宙の時の果てまで共に行こうか、バナージ君。光なく時間すら流れを止めた完全なる虚無、これがこの世の果て、時の終わりに訪れる世界だ。人がどれだけあがこうと結末は変わらない。君にもわかるはずだ。希望も可能性もこの虚無の入り口で人が見る一時の夢、慰めにもならない幻だ。それが人を間違わせ無用な争いを生みもする。この真理を知る者がニュータイプ。それでもただ存在し消えていくだけの命に過分な期待を持たせるべきではない。それでも熱、暖かな光、こんなものがいくら積み重なっても何も、そう、何も。この熱が宇宙を温めるのでしょう。潮時か。大佐が大佐だった時の思いは十分に伝わったでしょうから。この光は君に託す、なすべきと思ったこと。もういいのか。あとは彼らに任せる。
Thank you.